ボルトボルト、ナルトネクストジェネレーションズマイナスは、原作、監修、岸本人志、氏、作画、池本美き夫、脚本、小田中京による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにて2016年23号から2019年28号まで、月1で連載された後、同じく集英社の V ジャンプに移籍して2019年9月号から、連載中。漫画、 ナルトナルトのその後を描く、スピンオフにあたり、主人公は渦巻き、ナルトの息子、渦巻きボルトである。発端は、ナルトナルト連載終了の間際、原作者、岸本人志が、ナルトナルトをリブートして、別の人が描いたら面白いのではないかと考えた、ことから始まる。その後、集営者側から、ナルトナルトの続編の執筆を打診された岸本が、 自分はもう描き切ったからやらないが、池本に任せるならいいと答えたことから話が進み、長年岸本のアシスタントを務めていた池本美き代が作画を担当することとなった。岸本は原作監修という形で作品に関わっている。脚本は企画が本格化する前に制作された劇場アニメ、ボルト、ナルトザ・ムービーマイナスに脚本協力として参加。 ノベライズ版を担当した小立右京が漫画版51話まで担当しており、漫画の始まりのストーリーはこの映画のものに修正、変更を加えたものになっている。テレビアニメ化にあたっては、映画や漫画よりも前の時系列にあたる忍者学校でのエピソードが制作され、アニメとノベライズにて描かれている。物語のプロローグでは、木の葉隠れの里は壊滅しており、 青年へと成長したボルトが他芸話で謎の青年、カワキと相対するシーンから始まる。テレビアニメ第25話において、ナルトにおける第4次を司会大戦から15年の時が経過していることが明かされた。戦前に各国で使われていた軍事技術の民生転用が行われた結果、テレビやパソコンなどの電子機器やファストフード、鉄道の存在が 当たり前になるなど近代化が進んでいる。表面上は平和となった反面、平和な時期が長期間続いたことで、若い世代の忍ぶの意識低下や、実力不足、国境地帯の治安悪化、おしご大国以外の小国の情勢不安、急激な経済成長に伴う貧富の差が深刻な、問題となっている。前作から登場する人物の詳しい記載は、なると ナルト隊の登場人物を参照。第7班、ボルトサラダミツキ、キ木ハ葉丸の4人1組。本来は、第3班となるはずだったが、サラダの直訴により元カカシ班と同じ、第7班の番号を受け継いだ。各ボルトの戦いの際は、乾きを加え、新生第7班を名乗っている。第10班、萌木ないイ,イノジン、蝶々のフォーマンセル。元アスマパンであったシカマル。 の長寿の長子供である第15班花火すみれわさび、涙のフォーマンセル。うどん藩とは、対照的に、全員女性で構成されている。中任試験では、第2次試験にて、雲隠れのゆるいたちの班に敗北した。すみれの科学を知る藩遺跡後は補充員として、椿が加入する。第5班うどんメタル岩部へ電気のフォーマンセル。他の班と違い。 全員男性で構成されている。中忍試験では、第二次試験にて砂隠れの新規たちの班に敗北した。ほか上層部、補佐役科学をしぐ班その他の推しかつての推し、忍者学校今作では忍術を学ぶ、忍術家の他に、普通家も存在している。忍術家は卒業後は普通家の中等部への進学、就職、下忍の三つの進路選択がある。 卒業試験では、一度は窮地に追い込まれるが、ボルトの作戦により、最後は全員で、結界封印術で試験官のカかしを捉え、無事に全員が合格した。木の葉隠れの人々、つ、クラレイワガクレで生み出された人造人間たちの総称。製造にあたり、人間と白絶の細胞が用いられており、全員が白、絶に似て色白。大野木曰く。 医師なき兵隊だが、それぞれに人間と同じ感情と個性を持つ。各自が優れた能力を有しているものの、肉体が劣化しやすくその都度投薬などの調整が必要になるという欠点を持つ。その克服に橋を発した反乱を起こし里を制圧するも、三月を追ってきたボルトたちの介入によって全滅した。その後、木の葉に帰還した三月がささやかながら彼らの墓を作り供養している。 諸女児以外の盗賊団員はアニメのみ登場。メンバーと協力者で構成される謎の組織。内人は顔にそれぞれナンバーが振られている。ナルトに対して執着心を持つようになる。漫画版の前日談という扱いのノベライズ版。内容はアニメ版が初出のストーリーのうち忍者学校入学編から卒業試験編までの間を描いた構成となっており、一部描写の 変更やエピソードの保管が行われている。平武氏によるスピンオフ作品、ボルトボルト、最強ダッシュジェネレーションズマイナスが2017年4月より最強ジャンプにて連載され、2021年4月に連載誌の創刊号へ行こうと同時に連載終了。ロックリーの青春フルパワー2年、うちはサスケの写しリンガンデンの流れを組むキャラクターが SD 化されたギャグ漫画となっている。ストーリーの進行はテレビアニメと並行している。2016年12月17日にジャンプフェスタ2017にてテレビアニメ化が発表され、2017年4月5日よりテレビ東京系列他にて放送中。タイトルはボルトボルトナルトネクストジェネレーションズとなっており、副題部分にハイフンマイナスが付けられている原作や、 小説版等とは区別されている。ナルトナルド、ナルトナルド、疾風伝からアニメーション制作会社、キャラクターデザイン、声優等が引き継がれており、同作の実質的な続編にあたる。また、本作の原点となった映画、ボルト、ナルトザムービーマイナスの監督、ストーリー原案を務めたスタッフが、再び集結している。さらに総監督、 アニメーション監修には、星空の監督だった、安倍ふさが起用されている。ピエロ制作アニメとしては初めて、ピエロの車真のピエロマークが制作クレジットに使用されている。放送開始から第55話までは、水曜17時55分から18時25分に放送され、第56話以降は、同年5月3日より、なるとなると、 疾風伝と同じ放送時間帯である木曜19時25分から19時53分に移動した。2018年10月7日の第76話からは日曜17時30分18時に移動した。また土曜7時7時30分でも再放送されている。再放送における次回予告のミニコーナーはイコマリナが担当。前日の通り、 漫画を一から映像化するのではなく、前日短となる、忍者学校入学編から始まっている。18話からは、原作者の岸本人志氏が執筆した、ナルトナルト外伝七代目ホカゲとヒールの放つ、ガツオ原作とした、うちは、サラダ編。39話では同じく岸本が執筆した、ナルトナルト外伝ちた月が照らす道。他にも、ナルトナルト本編完結後に執筆された。 関連のベライズ作品を原作としたストーリーが差し込まれている。漫画序盤及び映画版のストーリーを原案とした中日試験編ではボルト、ナルト・ザ・ムービーマイナスの映像が一部流用されている。ストーリー展開も映画に準じているが、当作の没案であり岸本人志氏がラフデザインした裏式の登場をはじめとした追加描写があり。 その後のストーリーにも大きく関与している。タイムスリップ編は、ナルトシリーズ20周年を記念して岸本がアイデアを提供したストーリーであり、過去に跳躍したボルトが少年時代のナルトと開講する。同編終了後は、原作のストーリーを膨らませた無事な強盗弾編、隠し同編が開始。2020年5月3日より、新型コロナウイルス感染症流行の影響と、 緊急事態宣言の発令に伴う制作体制見直しにより放送を延期した。同日からは第1話から第9話まで再放送が行われ、7月5日より新作の放送が再開された。ツイッターでは特別企画としておうちでボルトのハッシュタグで放送時間中には出演声優による実況ツイートが実施された。 オープニングテーマエンディングテーマ各編の名称は基本的にテレビアニメの公式ツイッターアカウントにて宣伝されているダイヤアニプレックスからリリースされている DVD ボックスに付けられているダイに基づくジャンプスペシャルアニメフェスタ2016にてオリジナルアニメは公開後にナルティメットストームトリロジーの早期購入特典として付属するシリアルコードにより限定配信された キャストボルトボルト、ナルトネクストジェネレーションズに関するカテゴリー。ありがとうございます。